あいつ出場決まっただけで期待されすぎてもう荒れてる。あいつ伝説だよ。どうもめみしくてでーすって言って登場したの。誰にも受けてなかったの。いつもの動きすでいける。いつもの動きって何？これ勝ったやつがさ、これ勝ったやつが次やるゲーム決めようぜ今度。あ、逆に決めなきゃいけないっていう。あ、決めなきゃ、そう、曜日とゲームを決めなきゃいけない。みんなで面白い。いや、俺は面白そうな。曜日別にいいだろ。じゃあ俺 CR カップの日にするわ。勘弁してもらっていいかな。てか CR カップチームってさ、まだ出てないよね。出てない。出てないでしょ。明日スクリームでしょ。明日スクリーム。わきおなんてバーターに。わきおマジあいつおもろいよ。え、なになに。わきおあいつカミングスーンって枠に入れられたせいで、あいつ出場決まっただけで期待されすぎてもう荒れてる。わきおが出るって決まっただけで荒れた。あいつ伝説だよ。え、やっぱさ、あのカミングスーンの枠ってわきおだったの。そう、いや、あれ多分誰も決まってなくて、でどうなるどうなるって言ってちょうどいいわきおがいたんだと思う。そこに多分断られに断られてグレードを下げまくった結果わきおになった。もうだんだんわきおしかいない、ちょっと出れるっつって。しかもモダン本だっていうね。違う、残儀になるんか。でもそう、残儀に、残儀の方が映えるし。ファンタがいるからもうシンジとワキオは同じチームにした方がいい。俺に出ないから試合が。あ、そうなの、シンジ出ないの。そう、俺が出ないから残儀はやっぱフライに行ってほしいから、お前残儀やれよって送って。じゃあいいやん、コーチが来れるやん、シンジじゃん。ほんとだ、今知ったわそれ。あ、ワキオが出るって最後の。うん、いや、そのカミングスーンをさ知っててさ、誰なんだろうってなってて、で CR カップのサーバー見て先に分かんねえかなと思って見たの。うん、そう、全然さ、そう、え、2個取れた。あ、どっちでもいいよカルビ、それはもう。うん、ちょっと話してもいいカルビ。大切じゃない。ねえ、ちょっとは反応してよ。で、2回連続で取る。で、何 CR カップので、ディスコードサーバー見たらさ、ディスコードサーバー見たら、ワキオがいて、でもワキオはねえだろうな、お手伝いかなとか思ってた。まあ、あのね、いや、溜め方だしね。あのカミングスーンにはないだろうなと思って、お手伝いかなとか思ってたんだけど。みんなワクワクしてたもんな、カミングスーン。山田涼介か本田翼かっていうところにはキヨが。しかもさ、いつの潜在だよっていう写真なんだよな。今のワキオと全然違うんだよな、あのワキオ。今でも頑張って一人でずっと練習してるよ、ワキオ。ワキオは誰と戦うんだろうな。クラッチ、雷神と誰かだと思うよ。あ、じゃあ結構マジ頑張んないといけないんだ。さすがにおもろいなこれ。ワキオ。いや、おもろい。本当にびっくりした。とろげ落ちたもんだって。そのツイートのリップちょっと見たんだけどさ、うん、誰もいねえのかよってリップに笑っちゃったんだよね。こいつしかいなかった。いや、でもああいうやつが伝説を残すからな。いや、間違いない。そう、でも上がり性な気すんな、ワキオ。絶対なんかオフラインで。いや、心配だな。先方でしょ。で、変なことして伝説になる可能性もある。え、知ってる、この間獅子露杯にさ、うん、ファンタさんと剣くんのあれな、あれな、波動拳167回波動拳打ったやつ。あれおもろかったわ。あれクソおもろかったな。獅子露杯マジおもろくてさ、本当におもろかったよね。なんかあの狙ってんのかと思ったら何もなかったからな。あれやばかったね。狙ってたんじゃないの、あれ。剣のやつも面白かったんだけどさ、うん、あの長久の部のオープニングでさ、歌兄いいんじゃん、歌広場。ゴールデンボンバーの歌広場がさ、ね、歌兄がさ、最初の挨拶でどうもめみしくてでーすって言って登場したの。うん、あの誰にも受けてなかったの。なんならボタンさんは本当にこの人の挨拶がこれなんだと思って、あーどうもでーすみたいな、あ、こんにちはみたいな。で、あのマジで誰からも受けてなくて、だってめめしくてなわけないじゃん。めめしくてだけど、めめしくてなわけじゃないじゃん。だいぶだいぶすごい挨拶やな。で、俺がさ、エンディングの前に歌にと話してて、うん、思い出してそれのこと、いや、あれマジ面白かったからさ、あの、うん、苦しいと思うけど、エンディングでもう一回言ってくんないって言って。ええみたいな感じだったのね、みたいな。なんか俺も冗談で言ったら言わないと思ってたんだけど、そしたらエンディング始まった時に歌兄が、どうもめめしくてです、立ち回りは、ま、前のめりで全然めめしくてな、めめしくなかったですみたいなこと言ってたの。そしたら平岩さんがさ、はっ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 て
いやてかそのさ、うた兄がさ、挨拶してるとき私ミラーしてたんだけどめっちゃ一人で笑ってたんだけど。いや俺も大爆笑。どうもめめしくてーです。いやおもろ、おもろいやろ普通に。言われたときさ、全然そのなんか処理されなくて。後から爆笑しちゃって何だめめしくてですって。うた兄のエピソード結構面白くてさ、うた兄結構重度の ADHD でさ、うん、いやなんか違う次の目標を見つけるとすぐそっちに目いっちゃうタイプらしくて、あの自動販売機に行きました、喉渇いたなって自動販売機行ってお金入れて飲み物買ったはずなんだけど、うん、物を取らずに目移りして家に帰っちゃったんで、そのことに気づかないでもう一回その家の中でしばらくしたら喉渇いたなっつって、うん、そうだ自販機に行こうっつってもう一回行って自販機で物買って、うん、同じ自販機で買ったから2個入ってるわけ自販機に物が、うん、ラッキーっつって帰ったらしい。で、あとからあそういえばあれ俺が買ったやつだってなんか2個出てきたと思ったらしい。マジやばくない？途中で何に目移りすんだよ。いやわかんない、マジで忘れちゃったんでしょもうそれを。まあだちょっとわかるよね、わかる。そのなんかティッシュ買いに行こうと思ってさ、ティッシュ買いに店入ったら違うもん見て飯買って帰るみたいなのは結構あるよね、当初の目的よな。自販機で同じようなことやったんだよな。じゃらね、何をやるんだよ。なんか自販機でお釣りを取り忘れちゃってさ、買ってのような取ったんだけどお釣り取り忘れて、でもう一回同じ自販機に行ったので、めっちゃお釣り残ってんだけどって思って、うん、超ラッキーだって思って回収したら自分のだった。悲しいやつなの。悲しいな。いやそういうのもまあなんか分かってあげられる。そんなこんな言ってたらあと3ターンですよ。じゃあね、お前もう本当にお前配信しねえからって思って。いやいや、しててもする、しててもする。俺てかさ、俺明日早いのになってずっと思ってて今、うん、起きんの。俺明日何の予定もなかった朝。だから俺やばすぎ。だから眠気我慢してやっても別にいいっていうことに気づいた。歯医者は？歯医者は3時から。お、余裕やないけど。準備強制や。何を言ってんの。じゃあ2秒までやろ。トイレだやつ遠隔でやる気じゃない、このルールが。え、めっちゃ頑張る。やばい、これうわ、いつもの動きすでいける。うわ、こんなんフリじゃん。俺まだ中いるわ。俺途中で気づいた、これそうすりゃよかったのか。そうだよ、素振りと一緒だよ。いつもの動きって何？わかんない、何言ってる。いつもの動きって何？いつものって何？プロテインね。あの振ってる時誰がやったんそれ。ちんちゃん、お前ほんとそういうの好きだな。俺か今言ったの、俺だったっけ。マリケン。マリケンはないな。マリケンは違うな。俺か今やめろよな。俺が言ってる言わないだろうな。